ご視聴ありがとうございます。シリーズでお送りしております川竹黙阿弥作雲に孫を上野の初花高知山と直侍その第5回目、前回の序幕に続きましていよいよ2幕目、まずはその1、吉原大口入り口の場から。舞台は一面の朱塗りの大格子、上手九尺の入り口、これにて大口と記せし柿ののれん、上下板塀の張り物にて見切り、下手田曽屋安頓、真ん中に将棋二客並べ、これらはすべて江戸町大口店先の邸です。ここに安間城下のせがれ清賀が着流し下駄掛け小安間のなりにて上手に杖を振り上げ、下手には小安間の峰山と栄翔が同じく杖を持ち清賀を舞とうというこなし、これを若い者助けダイヤの皿鉢の両人が中へ入り止めております。この見え太鼓入りの騒ぎ歌にて幕が開いていきます。まあお互いに勘弁しろ勘弁しろ、助けと皿が止めますが、清賀はいやだいやだ、この広い往来でよくもしねえで突き当たり挨拶なしに行き上がるから、それで二人を相手にするのだ。これさ、それが悪い。その突き当たった二人の者もやっぱり同じ目くらのこと。悪い気で突き当たったのじゃねえ、目くら同士で仕方がねえ。それゆえこっちもさっきから訳を言って詫びるのに、承知しねえで俺の頭をこぶの出るほど打ちやがった。当たり前だ、弟子宿から潜りに来るてめえたちに込められちゃ黙ってこのまま引っ込まれねえ。何引っ込まれねえとはどういうわけだ。はばかりながらこう見えてもてめえたちとはわけが違い、この吉原じゃ顔の売れた城下というあんまのせがれ、どこの店へ呼ばれてもおいらん衆の部屋へ行きゃ領事は二の次、おへらへいで人に知られた清賀という親代々の目黒だぞ。面を下がって覚えておけ。ときっと思い入れ、まるっ面の巾着野郎と普段話に聞いていたが、おへらへいと親父を剣に豪勢なことを言って威張り散らすが、てめえのような世間知らず吉原育ちのあんまと違い、まず深川は言うに及ばず、宿場宿場の夜明かしまで顔を知られたこの二人、御宅をつくのも程があるわ。おお、いい加減にしろ、殺してやろう。と清賀が杖を振り上げるのを助け皿鉢止めます。ここへのれん口より千代山新祖母のなりにていできたり、もし清賀さん、おいらんが待っているから早く領地に来ておくれよ。はい、今行きますが、こやつと喧嘩をして行きます。これさ、それが悪い、道歳さんが呼びなさるから千代山さんと一緒に行きねえ。しかし毎晩黒合い来て互いに出会うあんま同士、ここで仲直りをしていくがいい。仲直りはしたくねえが、そんなに言っておくんなさるから、ここは一番我慢しましょう。喧嘩をそりゃ、一人と二人、負けっこはねえけれど。それじゃあ二人がおとなしくねえから、ここで仲直りをするとしよう。それじゃあ、しるしに手を打って。と、あんま三人手を打ち、これでおいらんも安心しなさそうね。喧嘩太平、奥で安心でござりましょう。
悪くしゃれるぜ。早くお部屋に行くがいい。こっちもこれから上屋町へ道具を上げに行かにゃならねえ。と、清が小半ば二人に向かい、おい、今度は水遁をおごってやるぜ。うまくいってやがる。と、やはり右の鳴り物になり、千代山は清がの手を引きのれん口へ、小半ば両人は呼びながら下手へ入ります。今日は観音寺の富の月日だが、とんだ縁起のいいところから一番大付けをつけようか。あんまが三人突き当たって当たるという辻裏だから、こいつは三の米に限るぜ。米蔵で一緒につけてくんね。と、助け、懐より確認簿出して渡します。それじゃあこれから行ってくるぜ。一番図星にやってくんね。あった、承知だ。と、流行り歌になり、皿八は下手へ入ります。この歌にて、のれん口より、騎兵、今晩天桃引き、ハサミを持ち、老けたる浮気屋のこしらえにて、出てまいります。たすけさん、今日は昼からだいぶ忙しいの。いい一筋の客が多いので、居続けがだいぶあるのさ。騎兵さん、タバコ休みかね。今まで中壺の掃除をしていましたが、ちょっと息休めに一服やりに出ました。まあ、ここへかけなさるがいい。と、これにて騎兵は、タバコを飲みながら、将棋にかけます。時につかぬことを聞くようだが、こっちの家へお張りに来るお元さんのほか、この他の娘はもう他にないのかね。いいえ、わしの子というのは、お元の弟に半七というせがれがありますが、これは子供の時分より神田橋外で島屋という大商人へ行っていますが、幸せと評判よく、もうおととしで年が明き、それから一年一年と今年までも冷房庫、まあ一角の手代でござります。そりゃ何より楽しみだ。そういう息子があるなれば、末始終は安楽だ。いやもう、これさえ家へ帰りますれば、一つの安堵でござりますが、まずそれまではこちらのお家の入り屋の寮番でござります。うちの寮も田んぼの掛け払いさぞ寒いことだろうね。おいらん方でも出養生においでなさるときはよいが、普段はじじいたった一人、火の気もろくにござりませんから、たまったものじゃござりません。と、流行り歌になり、花道よりおもと世話女房のこしらえ、前だれがけ、こまげたにて小さな風呂敷包みを抱えて出てまいります。花道にて向こうを見張り、おお、トトさん、そこにいなさんしたか。おお、娘か。と、おもとはすぐに舞台へ来て、今日はお店の仕事にかえ？ちょうど今中壺の掃除をしまって帰るところ。して、お主はどこへ行くのだ？お前にちっと用があって、入り屋のお寮へ行きがけにちょっと内緒へおより申そうと思うところでお目にかかり、いい都合でござんした。何の用か知らねえが、今日はうちも忙しいから、庭の掃除もいい加減にしてその用を足しなさるがいい。ご親切にありがとうござります。おもとさん、ゆっくりと話しなさるがいい。と、右の歌にて助けはのれん口へ入ります。騎兵は思い入れあって、まあ何はさておき、聞きたいは、神戸殿の病気はどうじゃ？
さあその病人のことにつきお前にちっと相談があって入り屋へ行こうと思ったところ、ロトさん、まあ聞いてくださんせ。ようようその日を送っているお前の耳へは入れともなけれど、うちの人の長患い、もう半年の世になれど、これぞという言もなく、稼ぎというてはこのお店へ私が通うお針があって、それもどうやらこうやらに花魁衆の色瀬をもらい、またはお客のほころびと余分なことのある時は好みにつけず口直しや、またあったかなものを買い家へ持っては行くものの、だんだん詰まる痩せ状態、つい一月が二月とたまる家賃とお医者の薬礼、こればっかりは返さにゃならず、よんどころなくこの間高い利息のお金ぼかり、いっぺん肩はつけたれど利に利がかさんで、この末はどうしようにも仕方なく、途方に暮れてこのことをお前に話し、いずれでかお金をご両を借りたいゆえその相談に来たわいな。その入り分けを聞かぬ先から半年余りの看病に定めし困っているだろうと胸に忘れたまはなけれど、何を言うにも俺とても3年後にババアに死なれ、あとはわずかな付き雇いに掃除がてらの入り屋の寮番よしんば旦那に訳を話し前借りを願ったところが、五両と言っては難しいが、言わぬ時には金もできず、こんな困ったことはねえ。いっそのことに島屋にいるおとと話したことなれば、できないものでもないけれど、悪い耳を聞かせともなし、とあってこのまま置く時は返済方のあてもなし。なんぞいい知恵がありそうなものじゃ。と両人じっとこなし合って。ほう、思いついた、思いついた。俺が普段小机取りに仕込んでおいた小鉢物、あれを集めて売ったなら、所詮まるまるできずとも半金ぐらいになろうから、まあ安実にいるがいい。それじゃと言うて、トトさんがせっかく丹精なさんしてお待ちになさる代物を。何の他人のことじゃなし、身にかかったこの場の難儀、まあ安実と待つがいい。それでもどうも。はて、いいと言うに。とこの前より後ろへ九兵羽織着流し、大口の番頭のこしらえにて伺いいて、この時前へ出て、喜兵衛殿、今旦那が離れの茶の間で訪ねていた、早く行ってあげてください。つい長タバコをいたしまして、申し訳もござりません。これ娘、必ず待っているがよいぞ。相方になり、喜兵衛は九兵衛に会釈して奥へ入ります。どれ、私もちょっとお家へ寄って。と上手へ行こうとするを、おいおい、おはり、ちょっと待ちな。なんぞご用でござりまするか。さあ、用があるから呼んだのだ。して、何ご用でござります。まあここへかけるがいい。はい。と相方きっぱりとなり、今後ろで聞いていれば、おめえたち親子して五両なければ難儀をすると困っている様子だが、その金を出してやろう。と表はびっくりなし、そりゃあなたが親子の難儀を。
さあ、わずか一月二分の両番、縁日物の小鉢物でその日の飲みしろを稼ぐという、そのなけなしの余力物で都合をしようと言いなさるのは、いかにも聞いて気の毒だ。と、紙入れより金を出し、さあ、これを取って間に合わせなさるがいい。それは本当に貸してくださりまするか。何、貸すのじゃねえ。ただやるのじゃ。え、そりゃまあ何故。と、九兵衛は辺りへ思い入れあって。実は、おめえに惚れたのだ。え、と、相方かばって。お主がお針に来た時から、ぞっこん惚れたこの九兵衛。そりゃあ体は人並みよりちっと大きいまれだが、心は至って朝がたち。今差し掛かった五両の金、間に合わせるもありようは、ほの字れの字の二つ文字。うんと承知をしてくれりゃ、五両はおろか十両でも、難儀を救う法もある。まあ、この金を受け取って、いい返事を聞かせてくだせ。と、お元の前へ金を出すを、突き戻し。何の御用と思いのほか、私のようなむさい者を、お捕らえなされて番頭さん。大抵、冗談にもほどのあること。おぼし飯はありがたいが、それはお断り申します。なに冗談を言うものか。男が歯から外へ出して嘘を言うはずがない。これおもとどん。この金取って俺の言うことをうんと言って聞いてくんねえ。と、九兵衛がおもとのそばへ寄るのを飛びのき。もし番頭さん、いい加減にしなさんせ。私は亭主持ちでござんすぞえ。そりゃ今聞かずとも当より話に知っているが、こう言い出した上からは二度とは言わねえ。おもとどん、たった一度だ、うんと言いねえ。とおもとの袖を引くを、ええ、もうつかない番頭さん、どうぞ話してくださんせ。とこをどうか。とまた捕らえようとする。ここへのれん口より情が鞍馬のなりにて、日和下駄にて探りながらいできたり、この中へ入り、魔男見つけた、そこを動くな、と前へ出ます。ええー、びっくりした。誰だと思ったら城賀さん。悪い冗談をする人だ。そりゃこっちで言うセリフ、亭主持ちのお針を捕らえ、番頭さんこそ悪い冗談。もしご亭主に聞かれたら、七両二分でござりますぜ。ところが誰に聞かれても、正真正銘の恥かれ番頭。七両二分出す言われはない。しかしそれが倍増しでも、そこに糸目は決してないが。城賀さん、取り持っちゃくれまいか。金をたくさん出しなすっても、この領事はできますまい。それよりやっぱり、貸しか住帳でお遊びなさるが大丈夫。こりゃ、思い切り者でござります。おめえまでがちゃちゃを入れて、なんだか相談が難しいわい。と、九兵衛腕組みをなす。ここへ、のれん口より、かむろ入れきたり。番頭さん、旦那がお呼びなさんすよ。今行くとそう言ってくんな。そうおっしゃらずと早くおいでなされませ。そりゃそうでももう一段じ。はて、無駄な時を移さずと早くおいでなんしょ。とカムロは引っ張ります。ええ、子供までが邪魔をしやがるか。と流行り歌になり、カムロ、九兵衛を引っ張り、のれん口へ入る。おもとは後を見送り、よいところへ、城賀さん。おかげで助かりましたわいな。肩を揉むには、
はばったい、あんまもつかない九兵さん。女の巣こうはずがないが。なるほど、例えに言う通り、臭いもの見知らずとは、今のことであろうわい。お世話になるゆえ、会うたびに、一寸逃れにしておれど、実につろうござりますよ。つらいと言えば、今後ろで、お前の話を聞いたれば、五両の金がいるというが、もし差し支えなさるなら、色気でなしに欲の方で貸してあげるがどうでござるの？そりゃ、城賀さんがご親切にお金を貸してくださいますかい？いや、決して親切に言うではない。欲に目のないこの城賀。五両一部の三月縛り。天引け三部がご承知なら、すぐ間に合わせてあげましょう。そういうことなら、神戸に話しましてお願いに上がりまする。いつでもいいから来なさるがいい。と、この時奥にて、城賀さん、やり手部屋で待っているよ。と、この声にて、城賀が思い入れあって、はいはい、すぐ上がりまする。それじゃあ、おもとさん、いつでもそう言いなさるがいい。私も内緒へ行きますから、手を引いてあげましょう。これははばかり。と、やはり右の歌にて、おもとは城賀の手を引き奥へ入ります。引き違えて、九兵衛、見返りながらいできたり。金が五両減るところから、口説き落とそうと思いのほか、欲張りあんまに邪魔をされ、でかかった色もできず、こんな馬鹿げたことはね。と、あたりへ思い入れ、平舞台の、おもとのおとせしかんざしへ、心づき取り上げてみて。このかんざしは、おもとのかんざし。それじゃあ、今俺が引っ張るとき、逃げるはずみに落としたのか。せめてこれでも拾っておこう。と、紙入れへ入れます。あつらえ車の騒ぎ歌になり、金子一の城、羽織着流し大将、後より宅祖母、同じこしらえ、佐助茶屋の若い者にて付き添いいできたり。山積み氏、五郎次郎、この里ばかり月夜かなと、世間は寂しい霜枯れも、五十軒から大門を入ると両側このにぎわい。実にここは別世界だ。いかにも貴殿の仰せの通り、いかなる石部金吉でも、ここへ参るとふらふらと遊ぶ心になるのが色里。しかしこの間の初回のように枕の番はしたくない。あいにくお初回の説は落ち合いましてお気の毒でならないと、おいらんからのおことづけでございました。はあはあ、さようなら今晩は埋め合わせができようかな。そこは私が大受け合いでござりまする。と、歌にて南々舞台へかかります。このうち、助けがいできたり、九兵衛と両人にて出会い、これは金子様、大層おはようございました。先ほどよりお待ちかねでござりまする。と、このうち、一の城は将棋へかけます。とうにこれへ参るはずを、観音の奥山でブラブラいたして大きに手間取り、思いのほか遅くなった。して、申し付け置きし座敷はあろうな。お約束でござりますから、ちゃんとのけてござります。今晩こそはしっぽりと、この間のお入り合わせでございます。先生方も先日は、湯島の試合へご出勤で、大層な大入りでございましたな。さように申されては、身ども甚だ面目ないが、あれは
元天神へ奉納にいたそうと門弟中と企て始めたところが、相撲同様諸家からの見物でことのほかのにぎわいであった。肝心相撲とこと変わり、目新しい思いつき、我も我もと参りますので、実に怖いようでございました。その蔵入りの金銭をかように舞を有利へ参り、使い散らすもありようは、当家の抱え道とせを我が手池の花にせんと、身請けの相談いたしたいからじゃ。そりゃあもう毎度ごひいきになる金子様のお望みゆえ、幾重にも親元へ掛け合いまして、きっとお手に入れまする。して彼が親元は何者じゃな。実親はとうに亡くなり、叔父の藩で参りましたが、ところは山や熱田の向こうで魚売りの藤五郎と申す者でござりました。次第によらば親藩ぐるみ引き取る前ものでもないから、よく先方へも話してくれあれ。そういう口なら親元でも必ず承知いたしましょう。女は氏なくして玉の腰と、この相談が整いなば、まず新影流で二とは下がらぬ金子氏のご親族株。さてさて、羨ましい義でござる。山住様もあなたに負けずに、お相方をお見受けなされてはいかがでござりまする。初回の時の様子では、見受けする気にはなれまいわい。まあ何にいたせお座敷もあるし、おいらんもお待ちかね。さお早くお上がりなされませ。いや、あまり待ちかねる方でもなかろう。いえ、待ち人もかけておりました。と一の丁思い入れあって、大方それは人違いだろう。まあいらっしゃいまし。この模様よろしく、吉原すずめにて道具回ってゆきます。川竹木阿弥作、雲に孫を上野の初花、高知山と直侍、その二幕目、その一、吉原大口入口の場、これにて読み切りでございます。続きまして、次回は二階回し座敷の場をお送りいたします。二幕目、二つ目の二階回し座敷の場、本舞台一面の平舞台、上手一軒付け屋台、これ唐紙仕切り、正面通しのレンジ窓、下手一軒塗り骨障子屋台、続いて廊下の片道見、このうち二階の上り口、すべて大口二階回し座敷の亭、よきところに六枚屏風、やぐ布団を置き、この上に直次郎、木流し、平抜け、好みのこしらえにて火鉢に寄り添い、前に台のものを置き散らし、満身血を張る、心臓千代川の両人、酒の相手をしています。ずっと下手に以前のカムロ、火鉢にて酒の缶をしています。この模様、アウタにて道具が止まります。みどりとん、お顔はできたかい？あいあい。と、かむろ、かんどっくりを持ってきます。さ、おかんのいいのを一つおあがんなんし。と、千代春が直次郎に言うと、直次郎は酒を飲みながら、ゆんべの酒が悪いので、頭が重くて起きられず、とうとう今日も流してしまった。あいにくお客が落ち合ったので、
おいらんも車がなく、どんなにじれったがっていなさいました。流行り方いうものの、いつ来ても五つ六つの回しは欠かさず、おまけに今日も名代座敷。これで床の番をすりゃ、立つ目はねえ。そんな人助がましいことを言うのは、そりゃ波のお客のこと。おいらんだって腹の内はどんなに期待か知れないけれど、肩回りをすればやるでしゅうと内省の前へ悪いから我慢で他へ行きますのさ。その代わり今日は一日私どもの名代で、他の座敷はいいようにしますから、長くおしげりなさせいな。へえ、おつ油をかけやがるが、口のように行けばいいが。行かなくてどうしましょう。それに今日は昼のうちからおいらんの好かないお客が金パンから来ていますから。ん？金パンから来た客というのは、大方金子一の城だろう。さあ、それゆえなおさんも名代座敷で飛んだお商売でござんすね。それじゃあ道とせは金子の座敷か。いいえ、おいらんのためになる草加の客が帰るので、今送り出すところでござんす。どうりで顔を見せねえと思った。と羽歌になり、二階の口より道とせ部屋着のこしらえにて出てまいります。この後より奥間やりて老けたるこしらえにて月いで来たり。もしもし、おいらちょっと顔を貸してください。とこれにて両人下手へ来て。なんぞ妖怪、他のことじゃありませぬが、この前お前さんに借りてあげたお金の期月が遅れたので矢の催促をされますが、どうか都合はできますまいか。どうと言って今はできぬが、もう少し待ってもらっておくれ。そんならまるまるできずとも半金もできますまいか。その半金も今という手は所詮手元でできないから、今帰った草加のお客に少し無心を言ったから、今度来るまで待ってくださんせ。そういうことならどのようにも向こうを伸ばしておきますから、どうぞ急いでくださいまし。騎士台にすぐ渡すよ。先がやかましいからきっとお頼み申しますよ。愛というにさ、きっとようございますね。ああ、それで落ち着いた。と右の歌にて奥間廊下口へ入ります。道とせは後を見送り、ほっと思い入れあって直次郎のそばへ寄って。直さん、一つ飲ましておくれ。飲まねえ酒を珍しいな。飲まない酒も無理に飲まねば、本に体が続かぬわいな。と直次郎の直を取ります。千代川尺をし、道とせ飲みます。千代春思い入れあって、おいらんがおいてならこれから金子さんの座敷へ行っていいように言っておくから、昨日の愚痴をお互いに並べたっていいなまし。おいらん、愚痴のいいくらでお楽しみでありますね。とやはり右の歌にて両人にかむろついて下手へ入ります。後に直次郎と道とせが残り。お前、よく待っていてくれたね。待ったというわけでもねえが、ゆんべの酒の持ち越しでとうとう今日も流したが、今聞いていればやり手の熊が後世やかましいことを言っていたが、本領の催促か。鑑定通り、こないだ借りた百両の催促さ。それじゃあ俺の使った金か。それで厳しく言われるのさ。あの百両も増やそうと思って
かかったその晩も、西丸下の馬屋ですっかり取られて仕方なく、おめえまでに難儀をかけたが、実にこの節のようじゃしようがねえ。私の方もこの頃では、お前ゆえにためになる客もだんだんなくしてしまい、無心を言う先もなく、自分の金か知らねえが、やり手衆の催促に、その他呉服や小物や貸本屋にまで借りができ、所詮これではしのぎきれず、つい無理酒も飲むじゃないか。そう言われると面目ねえが、話を聞きゃこの頃は金子が近く来るそうだが、苦し紛れだ、仕方がねえ。無心を言っちゃどうだろう。あの人ならすぐにでもできるが、その代わり身請けをすると必ず言うに違いなし。それゆえどうも言われぬわいな。それじゃあどうにも法がつくね。さあ、それゆえ私は決めたのさ。何？決めたとは？死ぬと決めたわいな。え？とびっくりする。道とせはあたりへ思い入れあった。そうは覚悟をしたものの、私は一人は気が利かないから、お前一緒に死んでおくれ。そりゃ死ぬめえものでもねえが、一体なんで死ぬ気になった。そりゃ言わずと知れたこと、借金ゆえに身動きもできないとこから死ぬつもりさ。それじゃあ金ゆえ死のうというのか。そうさ、金ゆえ死ぬなら、俺は嫌だ。何？嫌だとえ？この結構な世を捨てて、死のうというのは野暮がたい。狂わ育ちの世間水、小さな猟犬にも程がある。それとは違って俺などは、まだすっぺがしの自分から、付き合う友が組屋敷、御家人仲間の廃れ者、悪いことには染みやすく、あそこへ行け、ここへ行けと、一文庫から仕込まれて、目もわからねえボンクラも、そこがたとえの習うより、慣れた黒輪の御町町。仏と兜に身を崩し、今じゃ立派な遊び人。今日一点で震えていても、一晩うんと儲けてくりゃ、一夜無限の大旦那。わずかな金のそのために、大事な命を捨てた日には、儲ける種を玉なしだ。お主ももっと気を大きく、そんなしみったれな心を出すな。ほら、死ぬのはまっぴらごめんだ。と、よろしく思い入れ。私だとて何も求めて死にたいこともないけれど、よんどころなく死ぬ気になり、お前を連れに頼んだが、やりくりさえつくことなら少しも死にたいことはない。さあ、そのやりくりも今と言っちゃちっとのこともできねえが、どうか少しも種ができれば、どこかで一番取りつくつもりだ。それを待つのも空な話。確かにできる金子さんへ頼みたいにも、この身をば任さにゃならぬことゆえに。それよりどこかで五十と一本三段するのが一の手だが、いい歓迎がありそうなものだ。と両人思案のこなし、相方きっぱりとなり、下手ロボカの口より牛松羽織着流し、伝報なるこしらえにて出てまいりまして、下手にて。旦那、いつ付けでございますか。おお、山崎町の牛松か。ようおいでなさんした。とこのうち牛松下手に控え、この間は次の前ぐっすり寄って寝てしまい、とんだ花魁のご解約、どうぞ堪忍しておくんなせ。
その次の前ぶっ倒れたのも大方了見があったのだろう。あれからというものは千代春さんがうわうわとようもろくに手につかぬわいな。浮きな儲けはとっとしねえ。時に旦那、その儲け口のことについてお知らせ申しに参りました。お通よありそうにごまかして、実は千代春に会いに来たのだろう。え、ごまかしじゃねえ、ほんのこと。他のことじゃありませんが、この頃、竜慶橋の比企という小屋敷でできるのは、さすが大付けの元をするだけ、銀張りだということを確かに突き止めてきましたが、なんと出かけちゃどうでございます。そいつは何より耳寄りだが、そしてそこへ出かける手鶴は、橋のたもとの茶店の場はが、こいつが野引きで進みますから、旦那ごしらえにごまかして騙されておいでなせ。竜慶橋の引きといっては、小さくとも先は旗本。こいつは金になりそうだ。旦那、こりゃ、ハンデをしたようだ。と、道とせ思い入れあって。そんなうまい口ができたら、今死ぬにも及ぶまいね。どうしてどうして死ぬどころか、これから一番生き返るつもりだ。この矢先ではここの座敷も知らせた利益はなさそうだ。ほうほう、金を借りてえのか。実は友達が新茶場で今喧嘩をしましたから、中へ入って口を聞き、針前へ連れ込んで一杯飲ましておきましたが、二羽か三羽の懐じゃ心細いところから三両ばかりお借り申そうと、今のことを知らせながら参ったのでございます。そいつは悪いとこだった。知っての通りこっちもごなんで弱りきっているところ。おいおめえ、三部か一両持っていねえか。死のうというくらいのところ、どうしてどうして、ひど心象さん。なあに、表でどうにか都合しましょう。その心配には及びません。と、この前より下手へ千代春が出てまいりまして、そのお金は私が間に合わせるから、牛さん、これをお使いよ。と、紙に包んだ額銀簿三両を渡します。それじゃあ、おめえが貸してくれるか。ちょうど三両あったから、真帆さんの代わりにそれを使っていておくれ。牛松、また酔い倒れさなるめえぜ。ちげねえ。それじゃあ明日まで借りるよ。いつでもいいから遠慮なくお使い。と、牛松が財布へ金をしまい、下手へ行こうとするのを止めます。あ、もしちょっと。なんで。お金ができたってそんなに急がすともいいじゃないか。今播磨屋に待たせてあるから。それじゃあ晩の引けすぎに。そりゃ承知してやろうな。きっとだよ。と、千代春、牛松の背中を叩きます。ええ、うるせえな。と、流行り歌になり、千代春が付き添い、牛松はなぼじろうに会釈して2階へ入ります。両人は後を見送り、千代春さんも牛松によっぽど惚れているようだ。そりゃ電報好きだから、あの人には限らない、誰にでも惚れるよ。そいつは羨ましいな。羨ましいもないもんだ、二階中で惚れてるくせに。と、道とせはなぼじろうをつねります。あいてててて、とんだちんちんだぜ。十日恵比寿の相方になり、下手橋後より以前のあんま城が四つ倍に這いながら、その後よりせがれのあんま青雅も張って出てまいります。とっさん、どこで落としたの。落としたところを知っていりゃこんなにやきもき探しゃしね。そこがわからねえのだ。そうよ、
ところわかれば品わかるだ。ええ、しゃれどころじゃねえわい。と、ジョーガはしきりとあたりを探っています。直次郎はこの手を見て、こう、あの形を見な。しじみっかいを足へつけた、髪でこせた虎のようだ。と、直次郎が言えば、道とせも。小あんまさんは今と焼きの貝節のようだね。と両人笑います。あんまの青瓦はなおも探りながら、こりゃあ所詮知れねえからおっかを呼んでこよう。おっかだって目は一つだ、そう急には知れやしね。ジョーガさん、何を落としたのだい。とこれにてジョーガ上手へ思い入れあって、始終持っている紙入れを落としました。それは困ったことをしなすったの。と、直次郎が言えば、下手より以前の奥間、助けが出てまいります。落とし物は知れたのかい？いくら尋ねても一向に知れませぬ。と、青瓦が顔を上げて、下ばかり向いていたので顔が腫れぼったくなった。と、助けが、どの間からどの座敷へ行くときだか、ちったは当たりがあるだろう。お針のお部屋からこの奥二階の小菊さんのところへ来る道で、落としたのか取られたのか、どうも未だにわかりませぬ。どっちにしても紛日しては、二階を預かる私がすまない。助け殿、お針部屋を訪ねておくれ。はいはい。かしこまりました。と、助けははしごの口へ入ります。流行り歌になり、廊下より以前のおもと紙入れを持って出てまいりまして、ジョーガさんが落としなさんした紙入れはこれでござんすか。と出します。ジョーガは探り見て、おお、この紙入れでござります。どこにこれがござりました。お針部屋の口にあったゆえ、今奥間さんにあげようと思ったところ、もしやと思って聞きましたわいな。それは何よりありがたい、まことに拾い物をいたしました。と、紙入れの中を探り見て、よっ、大変大変、中の金がなくなった。何、金がない？してそのお金はいくらだい。今日脇から帰って金五両、そっくり入っておりました。何？五両入っていたい？お奥間が言えば、おもとも、そりゃまあ、とんだことでござんすね。とっさん、中をよく改めて見ねえ。いくら中を尋ねても、別に他にあれやしねえ。と、このうち中を探りながら、おもとの落としたかんざしを出し、よっ、かんざしが一本ある、ちょっと見てください。と、奥間が受け取りまして、このかんざしがうちにあれば、その持ち主が詮議者、良い手がかりができたわいな。と、この時おもとが心づき頭をなでて、いや、それは私のかんざし、どうしてそれがその中に。何？おはりさんのかんざしだえ。と、ジョーガはきっとなっていきなりおもとにしがみつき、もしそれじゃあこなたが取ったのだな。めっそうな、なんで私がそのようなことを。いやいや、それにちげえねえちげえねえ、これせがれ、そっちの方を押さえていろ。よしよし、死んでも話さねえ。と、青瓦はおもとのたもとを捉えます。これで思い当たったな、さっきはっちが店先でちょろりと喋った五両の金、聞いていたはこなたばかり、もう天の網で逃れぬから、どうぞここへ出してくだされ、出してくだされ。五両のお金のあることは私が聞いたに違いないが、なんでそんな道にかけたさもしいことをしましょうかいな。と、このうち直次郎、道とせ様子を伺いおります。奥間は思い入れあって、そりゃお前の言うのも一理あるが、またジョーガさんの疑うは、現在この紙入れからかんざしの出たのも不思議、
それゆえ疑いもかかるわけ。他に手がかりもないことゆえ、夢にも知らないことならばきっとした証拠を見せ。あ、それは。その言い訳ができぬから、何でも取ったに違えねえと、この時はしごの口で、違いないとも違いないとも、その証人はこの九兵衛だと、以前の九兵衛助けついて出てまいります。そんならお針の証人は。番頭さん、ご存知でござりますかと、城下が問えば、九兵衛は、証拠と言っちゃあかんざしばかり。しかしてっきりそれというのは、さっき五両の金に困って、親の騎兵とやりくり相談、どうでもできねえ貧乏人、途方に暮れたそのところへ、城下さんの親切話に五両と聞いて気が変わり、盗みをしたにちげねえ。なんと俺の鑑定は外れっこはなかろうの。そりゃあ五両の金に困り、トトさんと相談はいたしましたが、お金を取ろうなどという、そんなことはこの身に取り、決して覚えはござりません。なあに、ねえことがあるものか。ええ、ぐずぐずと面倒だ。植木屋を呼べ、植木屋を呼べと、助けはしごの口より、おい、中庭にいる喜兵衛さん、早く早く呼び立てます。相方きっぱりとなり、以前の騎兵汗を拭きながら出てまいります。異彩ははしごで受けたまわりました。皆様まっぴらごめんくださりませ、と、つかつかとおもとのそばへ寄り、これ娘、おのれはまあ不定やつだな、どうするか見やがれ、おもとを引きつけ散々に打ち、いかに貧に迫ればとて人様のものを盗むとは呆れ果てた根性だ。それだからさっきあれほど小遣い取りの小鉢物を売っても潰してやると言ったのを忘れたか。このことがお部屋に知れれば、俺の寮番も明日からはもう淵の食い上げ、路頭に迷うも己の影、こんな親不孝なやつは晴れやしねえ、とまた打とうとしますが、おもとが止めて、さあそのお腹立ちはもっともだが、たとえこの身をどのように折檻されたとて、なんで盗みをしましょうぞ。そりゃトトさん、情けない、情けないわいな、とおもと泣き伏します。これを見まして、九兵衛はなおも、あるほど、ぬすっとたけだけしいと、まことらしい空涙、こりゃ容易なことではいうまいぜ、と言えば、おくまも、いっそ他の者への見せしめに下へ行って攻めようかね。この廊下ではお客様へおやかましくてすまねえから、いっそそれがようございましょう、とこれへかぶせて騎兵が、そりゃごもっともでござりますが、そこはどうか穏便に、ただいま私より申させますから。しかし九兵衛は、そんなことを言っているより、どうせ憎がられるは勝手んだ、裸にして改めるがいい。おお、勝手んだと、九兵衛助け、おもとの帯へ手をかけるのを、どうぞこればかりはご勘弁なされてくださりませ。それじゃあここで盗んだ金をわしに返してくださるか。それじゃと言って覚えもない。そんなら裸になってみせるか。それはあんまり。金を出すか。さあ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 、ふんどしまで引っ張いてみろ。そうすれば役得だ。いや、なに、役目だから仕方がねえ、とみなみな立ちかかります。これを騎兵中へ入り、謝るを聞かず、おもとの手を捕らえるのを、始終直次郎を道とせ、伺いいて両人ささやき、直次郎が立ち上がってこの中へ入り、双方を止めます。まあ双方とも静かになせ。いや、静かにはできません。そりゃ他人はかもうまいが、金を取られたその当人、はい、この城下は
黙ってはおられませぬ。そうでもあろうが、あんまさん、なるだけ穏便にするがいい。いや、できませぬな。目焼きが大勢寄ってたがって、ジョブが一人を込めなさるとは、あんまりそでない仕方ゆえ、言うこと言わにゃならん。それだから口を聞くのだ。まあ、静かに物を言いね。それでも、悔しくってなりませぬもの。ええ、静かにしなせえというに。ええ。と、ジョボが不祥不祥に控えます。九兵衛、皆々をなだめて。これは片岡の旦那様。ちょうど、あなたのお座敷の前で、さぞ、おやかましぶござりましょうが、こうして中へお入りくださいましたそのお裁きは、どうなされますな?と、みなみなが言う中、名ぼちろう思い入れあって、見込み違いか盗人でねえものを調べなさるから。え?それで止めに入ったのだ。何?盗人でないとはえ?この盗人は他にあろう。え?とさ、一から十まで並べたて、言ってしまやかんざしのメッキもついに剥げやすく、地金が出りゃおたげにあからむ玉の三号じゃ。五分もすかねえおめえたちが裁きなさるを横合いから口を出すのもおせっけいだが、見かねて出かけたこのあつけ、今道とせから借りてきたこの金足のかんざしを五両の方に明日まで、あんまさんに預けるから、金ができりゃ引き換えの中へ入った片代に、これで心を磨き上げ、きれいに笑ってくんなせ。と、城下に、道とせのかんざしを渡します。城下は、しげしげおいでのお客様とも、存じませずに、めくらめっぽ、あなたに悪行申しまして、まっぺらごめんくださりませ。こういう方を受け取りませぬでも、あなたとおいらんのお受け合いなら、これは決していりませぬから、お戻し申しておきましょう。と、返します。いや、何の中でも金銭は他人づくというものだ。まあ、それは取っておくがいい。さようなら、明日までお預かり申しておきまする。さあ、これからはみんなの手合い。このおはりさんが盗んだにしろ、その紙入れへ己がかんざし入れようはずはあるめえから、よくそこらを考えて、この人ばかりを疑わず、万事に心をつけるがいい。またとっさんも言ってつたんりょ。なんぼ我がこと言いながら、傷でもつけたらどうしなさる。おめえの娘が取らねえことは、俺がちゃんと見ておいた。決してぶったり叩いたり、むやみなことをしなさんだよ。と、よろしく思い入れ、喜兵衛、おもと、涙を拭い。おやかましくはござりましたろうが、ちょうどこちらのお座敷の前が、私、親子の身の幸せ。一途に娘と存じまして折檻はいたしましたが、あなたの仰せでなるほどと、また思案し直しまする。さようなら、品の出るまでおいらんのかんざしをお貸しなされてくださります。決して心配には及ばねえ。今これから借りたかんざしも、扱う日には金ができればおいらんへ返してやるから、身に覚えもねえ無実の災難。明るくなったら早く行きねえ。と、名ぼちろう年頃に言います。九兵衛は思い入れあって。いい、お扱いの客が入り、親子二人は大助かり。この金の間違いも、うんと誠意やさっきの金、ええやなに、金が仇の世の中じゃな。うちわで済んでこのようなめでたいことはござんせん。さもないときは二回回しの私までがかかり合い、
しかしお金の出ぬうちはうっかり油断はできんぞえ。とこを言ううち明かりの支度、城下さんも稼ぎなせ。これは片岡様、大きにおやかましゅうござりました。とやはり右の相方にて騎兵おもと残り、南田は2階へ入ります。おもとが、こういうことがござりましては、敷居が高くこの後はこなたへ上がりにくうござります。騎兵も、どうやら親子なれ合いのように疑いかかったこの体、ともども出入りが上がらねばよいが。といえば直次郎が、何のそれが取り越し苦労、これはてっきり娘子に何か遺恨のあるやつが仕組んだことに違えねえ。道とせが、この後ともに心をつけ、もし何事かあったときは、大抵二階に直さんがいないことはござんせぬゆえ。いつでもちょっと知らせなせ。それ受けたまわって、心丈夫になりました。と、この時、時の鐘が鳴る。ゴーン。直次郎、ほりゃ、龍泉寺の入り合いか。おい、とっつぁん、おめえ、入り合い帰るのだろうが、道まで娘を送ってやんなせ。はいはい、さよういたずでござりましょう。さようなら、お二人様。よく気をつけて行きね。と相方にて騎兵と元二階の口へ入ります。これと一緒に下手より奥間が出てまいります。おいらん、金子さんのお座敷へちょっと顔を出してくださいまし。やかましく言って困りますよ。はい、今すぐに行くとそう言ってくださんせ。そのすぐ行くも何度ももう言い尽くしましたから、実に言い訳に困ります。どうせゆんべから床の番だ、ここに構わず行くがいい。人聞きの悪い、お前のことじゃいくらなぶられるか知れないよ。ほんに他のお客はお察し申しますよ。とこのうちに道とせが仕掛けを着て、それじゃあなおさん、寝ずにおいでよ。どうして一人で。ところりと横になるも、道具代わりの知らせ、ちゃん、寝ずにはいられねえ。と膝枕にて寝ます。道とせまた座ろうとするを、奥間が無理に引っ張ります。この模様、神棚の鈴の音、菅垣にて道具が回ってまいります。川竹木阿弥作、雲に孫を上野の初花、高知山と名簿侍、その第七回、二幕目、その二つ目、二回回し座敷の場、これにて読み切りでございます。次回は二幕目の三つ目、道とせ部屋の場より